フランスのミシャール・ラスケ選手です。ミシャール・ラスケ選手です。ラスケ選手は1986年6月18日生まれの23歳、10月5日発表の ATP 最新ランキング53位、自己最高ランキングは2007年7月の7位です。ラスケ選手は今年全豪3回戦ATP のブレスデン大会でベスト4、西の2大会でベスト4、またドバイ大会でもベスト4でした。マスターズ戦ローマの大会の後、4ヶ月間ツアーを離れていたためにランキングを落としてしまいましたが、全米の前哨戦から復帰しました。ジャパンオープンでは初出場の2007年に準優勝、昨年は日本の錦織に勝ちましたが、デルポトロに敗れてベスト4でした。テニスクラブを経営する父親の指導で4歳からテニスを始め、19歳で当時のナンバーワンだったフェデラーを破り、その才能、豊かなプレーに世界中の注目がありました。ガスケ選手は今大会、昨日の1回戦でドイツのベッツ・シュナイデン選手を 6-3、6-2 で破って、この2回戦に進出しています。